風に吹かれてこんばんは、めいめいのハンナリミヤコ TV のすべ、今日はなんと京都でめっちゃ有名なあの新福祭館、有名な行列店ですよ、あの新福祭館の本店で10年間修行された方がお店を昨年の10月にオープンされまして、そちらにお邪魔してきたいと思います。お腹ペコペコなのでたくさん食べてきます。ではみんなの集合、ついてきなはれ。はい、こちら中華そば専門店福永。ここね、以前新福祭館があった跡地をそのまま使われております。潜入潜入、サブ、こんにちは。すいません、動画って撮って大丈夫ですか？店長さんですか？あ、すいません、よろしくお願いします。みゆみゆと言います。はじめまして。ここ撮らせていただいて大丈夫ですか？では先ほど私が紹介しました10年勤めてた老舗の店長さん、福永の店長さん、ご紹介したいと思います。パチ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 、めっちゃ楽しみです。行列ができるらしく。みたいな感じで待ちたいと思います。よろしくお願いします。はい、では完成しましたので早速いただきたいと思います。いただきます。でもスープが、濃厚醤油とんこつ、うまっ、濃厚醤油豚骨、新福の醤油よりもまろやか。新福結構かなり香ばしいんですけど、全然そんな感じじゃなくて、めっちゃまろやか濃厚。並ぶ並ぶ、これは並ぶ、麺を食べたいと思います。肉増しの野菜増し、この肉、肉後でお楽しみ。麺が早く食べたい。うん、美味しい。このスープとこの麺、麺なんでこんなスープ、わかります？これめっちゃ野菜この人で、ほら濃厚、濃厚醤油豚骨ですか、これすごい染み込んでる。うん、
味が美味しくて、チャーシューにもラーメンにも、彼のこのスープが染み込んでて、辛くなって、辛くなって、滑らかで、ちょうどよく染み込んでて、めっちゃ美味しい。美味しすぎて黙ってまうわ、これ。さっき写してた巨大チャーシュー。いや、だってうちの息子ちょっとネギ食われたらよくないだろ。これ抜き、あ、それ抜きでもね、はい、結構肉の中にまた肉、いくらでも食べれる。では早速ここの名物の焼き飯チャーハン食べてみたいと思います。美味しそう。焼き飯この焼き飯の同様、この新宿の麺と一緒で、ただね、混ざってるんだ、この一粒一粒のこのお米が、全部の濃厚醤油、豚骨のスープに染み込んでる。こりゃうまいわ。もう一回言います。こりゃうまいわ。黙々堪能タイムに入りたいと思います。これはうまいわ。これはうまいぞ。結構来た時無理かなと思ったけど全然いけるぞ。このチャーハンが感動するぐらいのうまさ。なんでこんなお米の一つ一つにこんな味が染み渡るんでしょうね。麺も染み渡る。なかなかないです、染み渡る麺。味変タイム。ニンニク、唐辛子入れるぞ。うわ、これまた様子が変わるんじゃない？辛くない。嘘、めっちゃ辛い。まあまあ辛い。まあまあかなり辛い。私でも入れても美味しい。味がね、もう激辛風味に変わった。食べる。これね、本当に天国と一緒で真っ黒です。すごい濃そうに見えるでしょ。全く濃くない。なぜ？ガッツリタイム。全部閉めてる。
これもうまい。缶の食です。ごちそうさまでした。福永さん、初福永、めっちゃ美味しかったです。そしてこのスープ、さっきも言ったこのスープ、細いのに濃くない、まろやかたっぷりコクのあるスープ、そしてスープが染み込んだ麺、チャーシュー、そしてスープが染み込んだこの絶品焼き飯、皆さん、私が食べたものをぜひ食べてみてください。感動レベルで幸せな気持ちになれると思います。皆さん、暴飲暴食、暴飲じゃない暴食、最後までご視聴ありがとうございました。リンゴ、ハンナリミヤコ TV チャンネル登録よろしくお願いいたします。